私の前に突然現れた天使みたいな存在、しおちゃん。私はしおちゃんとの生活を守らなくてはいけない。もっと愛を知りたいから。だからあいつ妻子持ちのくせに独身って嘘ついてたんだよ。マジで？ないわ。ほんと殺してやりたい。殺しちゃダメ。冗談だよ。いくらなんでも恋愛で人殺しとか。そっか。でもさ、なんか憧れるよね、スリルのある恋愛物語とか。相手は先生とか。例えば学年主任の北梅川とか。はいいかも。独身だしイケメンだし。確かに言う。松坂さん、ちょっといいですか。北梅川、噂をすれば。松坂さん、昨夜学校のことで家に電話したんですが、誰も出ませんでした。何かあったんですか。もう寝てたかもです。まさか、7時くらいだったんですよ。あ、私バイトでした。あと、おばさんも結構夜に出かけたりするので。確かご両親は亡くなって、おばさんと二人暮らしなんですよね。あ、失礼します。松坂さん、何か困ったことがあったら言ってください。君は、なんというか、他の子たちより不安定というか、心配です。私は大人ですから、きっと力になれますよ。男の子遊びならもうやめたので大丈夫です。本命ができたので。でも、そうですね、困ったこと一つあります。最近ストーカーにつけられているような。いえ、でも多分気のせいです。先生、ありがとうございます。ストーカー？あんたそれ本当に気のせい？可愛いんだから気をつけないと。この間もしつこく迫った客いたじゃない。さとにゃん、僕のお膝でもにゃんにゃんしてくれないかな。お客様、うちはそういうお店じゃないので。なんだよ。もしかしてあいつなんじゃん。私は翔子ちゃんが心配。は？だって結構物言いきついから。あんたが言わないから私が言ってるんでしょ。だから気をつけて。翔子ちゃんに何かあったら私悲しい。佐藤好き。はいはい、先輩方、見せつけないでください。
でも今度新しく男の子が入るらしいですから、ボディーガードになるんじゃないですか。そうなの？でも心配だから気をつけてね。同棲してる彼氏にでも守ってもらって。サトちゃん、彼氏じゃない。だけどあの子は私の愛する人。本当に不思議だな。パズルみたいに甘いかけらを埋め込んで、欠けていた私の心を満たしてくれるしおちゃん。もう少し待っててね。サトニャ、早すぎるよ。気づいてたんですか？君の方が一枚上手だったわけですか。でもそれが分かっていて、どうしてこんな裏路地に？やめてほしいので、こうしたら姿を現してくれるかなって。全部分かってるんですね。これが素の僕だって。なんだろう、苦い。目を見れば分かります。あなたは賢い子だ。他のバカな子たちとは違う、そういうところに惹かれました。この人苦くてたまらない。どうして？先生なのに生徒のことストーカーしていいんですか？そうですね、いけないことですね。だからいいんじゃないですか。危ない綱渡り、そういうギリギリって素敵なことだと思いません？君のことは入学式からずっと見てました。私好みな子だなと。ずっとずっとずっと、その柔らかそうな髪はどんなに甘い香りがするのでしょう。きめ細やかな肌を全身で可愛がって私の色に染めてあげたい。周知に満ちて体を開く君の姿を想像するだけでたまらない。私なら他の男なんか忘れるくらいの快楽をたっぷりと与えてあげられるのに。悪い大人。さて佐藤さん、君の同棲相手のところに連れて行ってください。なんで知ってる？大人はいろんなことを知ってるんです。好きな子のことならなおさら。だから君に本命がいるのは割と耐えられませんね。苦い苦い苦い。バレたらいろいろまずいんじゃないですか先生。バレなければいいんですって。僕は容量のいい大人ですからね。苦すぎて吐きそうだ。さてどうしてあげましょうかね。苦い。君はその子のどこが好きなのかな。顔？苦い。声？苦い苦い。顔なら潰してあげますし、声なら枯らしてあげましょう。苦い。まあいいです、また今度にしましょう。まだ苦い。苦いのは嫌いなの。サトちゃん、おかえり。遅かった。シオちゃん、シオちゃん、甘いのが欲しいの。シオちゃん、いいよ、チュー。甘い。チョコ食べてた。元気出た？サトちゃんねえ、元気出た？甘すぎるよ。不思議、もう甘いのしか感じない。しおちゃん、しおちゃん、しおちゃん大好き大好き。甘いかけらで余すことなく私の中が満たされていく。これが愛だから、この愛を邪魔するものは。それじゃあ行ってくるよ。パパ行ってらっしゃい。
をつけてね。先生、おはようございます。あら、学校の生徒さん。はい、松坂佐藤と言います。実は授業のことでどうしても聞きたいことがありまして、朝早くに申し訳ないと思ったんですが、いても立ってもいられなくなって。まあまあ、それは熱心な生徒さんなのね。これからもよろしくお願いし、はい、よろしくお願いします。はい。松坂さん、歩きながら話しましょう。先生、あんなに可愛い奥さんとお子さんがいらっしゃるんですね。独身なのに。どうして既婚なの隠してるんですか？僕ね、たった一つじゃ満たされないんですよ。たくさんの女性と関係を持ち、愛し愛されたい。それが僕の愛です。これも愛なんだから。愛？松坂さんも複数の男子と付き合ってたじゃないですか。ねえ。全然わかんないんですけど。先生は女の人に一方的に快楽を求めているだけで、バレたら破滅のスリルが気持ちいいだけじゃないですか。そんなにスリルが欲しいなら、私が好きなだけ追い込んであげましょうか。奥さんにバラして家庭崩壊がいいですか？職場に連絡して懲戒免職がいいですか？っていうか、生徒に手を出すの私が初めてじゃないですよね。クズすぎるでしょ。やばい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 。わかりました先生、それは愛じゃない。先生がド M の変態だってだけなんですよ。やばい、なんでこんなに気持ちいいんだ。私はようやく見つけたんです、たった一つの愛を。自分に酔っているだけのあなたと一緒にしないでください。あ、大人の先生に一つ相談したいんですけど、実は処分に困ってるゴミがあるんです。さとちゃんのために私も家のこと頑張ら。やり方知ってるもんね。へい。あれ、ご機嫌斜め。掃除機さん。パン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 。このお部屋もポンポンしないとな。開かない。まあいっか。私はしおちゃんへの愛で生まれ変わってるみたい。もっとこの愛のことを知りたい。だから誰にも邪魔させない。何があっても守ってみせるよ。ハッピーシュガーライフを。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。作り方わかんないよ。ダメ？取れない、届かないよ。わかんないよ。ぐる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 、頭がぐるぐる止まんなくなって、どうしたらいいのかわかんなくなって、痛い。いいの、どうもしなくて。いつかあの子が迎えに来てくれるから。そしたらきっと全部大丈夫になるから。だからしおちゃん、さとちゃん、佐藤ちゃん、私、家のこと頑張ってくれたんだね、ありがとう。
ねえしおちゃん、聞きたいことがあるの。ん？世界で一番大好きな人って誰？さとちゃん！ん？さとちゃん元気ないの？チョコ食べる？チューってする？ダメ、甘すぎて溶けちゃう。さとちゃんかわいい。あ、でもいい？何？前にも言ったけど、外は危険なものがたくさんあるから、しおちゃんは絶対に出ちゃダメだよ。うん。ねえねえ、いつものあれやろ。うん。誓いの言葉。やめる時も、健やかなる時も、喜びの時も、悲しみの時も、止める時も、貧しい時も、死が二人を分かつまで、私は里ちゃんが大好きなことを誓います。大丈夫、しおちゃんの挙動に違和感はない。嘘もついてない。里ちゃん綺麗。やっぱりしおちゃんは私のしおちゃんだ。それで十分。しおちゃんの家族のことなんてどうでもいい。そんなことより明日のご飯の方が大事だよ。綺麗。このゴミを誰にも知られずに処分してください。中身は？知らない方がいいと思います。触れた時の君の悪い感触、普通に処分できないゴミ、ほんの少しだけ尾行に届いた腐敗臭。今日からここで働かせていただきます、三ツ星太陽です。よろしくお願いします。イケメンじゃん。あれ、三ツ星くん？え、松坂さん？むむ、知り合い？うん、前のバイト先で。あの、ここに来たのは本当に偶然で。三ツ星くん、わかんないことがあったら聞いて、私が何でも教えてあげるから。三ツ星くん、休憩室行こう。落ち着いた？僕あれから年上の女の人がダメになっちゃって、触られるだけですぐ吐き気が。実はそれでしばらく引きこもってたんだけど。そう、でも大丈夫？ここ女の人ばっかりだよ。ある人がきっかけで、このままじゃダメだって思ったんだ。立ち直らなきゃって。その人のためにもちゃんとした人間になりたい。だから。そっか、三ツ星くんちゃんと好きな人できたんだ。ごめん、ついこの間君に告白したばかりなのに。ううん、好きな人のために頑張るのって素敵なことだと思う。ありがとう松坂さん。じゃあ少し休んでて。お父さん、お母さん、ごめんなさい。神戸しおちゃん、我が愛、小さい女の子、可愛い。じゃあなるべく接触しない方がいいってこと？同い年は大丈夫みたいだけどね。あ、そう？うん。でも三ツ星くん好きな人いるらしいよ。お、もしもし。あ、ごめんなさいお母様。私、お友達と夕食食べて帰ります。はい。ええ。では。顔作ってた？うん。はあ、家が厳しいとほんとめんどいね。でも、一応期待には応えないとね。表面上だけでも。翔子ちゃんっていい子だよね。はい？そんな私は今日も男遊びに行きますけど。いい子で元気。ああ、なんだお前、汚ねえな。本当は私だって、佐藤みたいに私だけの王子様が欲しい。ったくよ、こいつダメだわ。
マジで金持ってねえし、ほんと汚ねえし。使えねえな。つうか何なのこれ。生きてたって絶対無事じゃないでしょう。そらそうだわ。かわいそう。すごい上がる時も。何ブツブツ言ってんだよ。何してるんだ。なんだてめえ。佐藤先輩。すーちゃん、今日もお疲れ様です。なんか先輩最近すごいですよね。一人で5人分は働いてるんじゃないですか。しかも新しいバイトの人の世話までして。ああうん、知り合いだしね。そういえば先輩のお家ってうちとそんなに遠くないんですよね。今度お邪魔してもいいですか。踏み込んでこないで。ごめんね、おばさんが嫌がるから。ごめん、手を貸してくれる。よかった、見た目ほどひどい傷じゃないみたい。ありがとう、手伝ってくれて。あの、私もう帰っても。うん、いいよ。悪かったね。失礼します。この人どうしたの。公園で絡まれてて。警察に連絡した方がいいのかな。警察は嫌だ。あいつらだって同じだ。何もしてくれない。誰も何も。大人は見にくい。信用できない。松坂さん、店長に連絡してくるからここにいてくれる。うん。早く帰りたい。しおちゃんと早く触れ合いたい。それで誓いの言葉。辞める時も健やかなる時も、喜びの時も悲しみの時も、止める時も貧しい時も、死が二人を分かつまで俺は。やめて。だって待って、それはしおのことが。その言葉。がいる。サードライフ、モノクロームの長い夜。